オリバーレス公伯爵ガスパール像、ディエゴベラスケスがプラド美術館像、ガスパールでグスマンイ・ピメンテルはスペイン王国の首席大臣としてフェリペ四世の知性下で超新政治を行った政治家。一般にオリバーレス公伯爵あるいはオリバーレス伯公爵と呼ばれている。これはガスパールがフェリペ四世からサンルーカルラ・マヨール公爵位を与えられたにもかかわらず、 強い、関わりのあった、オリバーレス伯爵を名乗り続けたことによる。第2代、オリバーレス伯爵エンリケデグスマーミリベラの息子として、ローマのスペイン大使館で生まれた。三男であったため若い頃は、聖職者の道を目指し、18歳の時には、サラマンカ大学の学長も務めたことがある。しかし兄弟が、相次いで創生したため、オリバーレス伯爵位を継承することになり、 政治家に転身する。1615年、後にフェリペ4世となる、アストリアス公フェリペの自重の一人に採用され、政治家として頭角を表す。1621年、フェリペ4世が即位するとおである、モンテレー伯爵、バルタサルデ、スニーガが首席大臣に任命され、オリバーレスはその右腕として、実権を握る。この年、 オリバーレスはフェリペ4世から伯爵位にグランデの特権を付与されている。グランデはスペインにおいて、爵位の上下よりも重視されるほどの名誉とされており、後年彼がオリバーレス伯爵を名乗り続けたのは、それが理由となっている。1622年に恒例であったモンテレイ伯爵が早々に引退すると、オリバーレスは速やかに首席大臣の地位を継承し、国王の代理たる 長身の称号をも獲得する。1624年、オリバーレスはフェリペ4世に政治的行動計画である大権白書を提出している。こうしてオリバーレスは当時のスペイン王国の懸案であった30年戦争への対応、80年戦争への対応、財政再建、旧体依然とした封建制によって結びついていた大スペイン王国の 近代的国民国家としての統合という数々の難題に取り組むことになる。オリバーレスの改革の主眼は大スペイン王国の再編である軍隊統合計画で地域的な特権や関税を撤廃して帝国の集団安全保障と国家として統合を強化する内容であった。また、オリバーレスは当時のスペイン王国の社会発展を阻害していた純血令。 士断令などの地の純潔を重んじる風潮の改革や財政面でのジェノバの銀行化への過度の依存の解消にも取り組んだ。これらの政策はすなわちユダヤ人別紙の緩和を意味するが結果的にはいずれも頓挫した。なお、オリバーレスがこれらの政策に取り組んだ背景として彼自身が先祖にコンベルソーを持っていたという事情もあると言われる。 オリバーレスは精錬潔白な政治姿勢と、驚異的な事務能力、エイリーな政治構想力によって、ほぼ独力でこれらの課題に取り組むが、特権を守ろうとする、貴族階級の抵抗に遭い、軍隊統合計画は、地域勢力の反発を呼び、1640年に、カタルーニャでの大規模な反乱を引き起こし、同じ年に、同訓連合を組んでいたポルトガルでは、 ポルトガル独立戦争が勃発した。対外戦争では、フランドル戦線やフランススペイン戦争、マントバ継承戦争での劣勢など、時代の趨勢にこうすることはできず、1643年に、長身の座から更迭され、翌年に、レオンの修道院で消耗し同然に息を引き取った。当時のスペインは、黄金世紀と呼ばれる前世紀の末期であったが、 ハプスブルク朝スペイン王国の衰退の決定的な引き金となった数々の事件が発生した時期に政権を担っていたため現在のスペインにおいての評価は極めて低い。しかし当時のスペインにおいては極めて稀な清潔さと政治能力を兼ね備えていた傑物であることは確かであり研究者による再評価が始まっている。 ディエゴ・ベラスケスによる有名な肖像画が残されている。他、同時代のスペインを代表する作家フランシスコで、ケベードの三文にも取り上げられている。また近年では、アルトゥーロ・ペレスイコール・レベルテの小説、アラトリステにも主要な人物として登場している。スペイン、イタリアその他一部の古い大学では、伝統的に学生にある程度の交渉権が認められており、 学生らに選ばれた代表は、レクターと呼ばれ、必要に応じて、大学との交渉を行った。レクターは、プリンシパルとは異なる。この伝統はスコットランドなどの一部の大学に今も、見られる。ディシュリュート・オリバーレス P21、P ディシュリュート・オリバーレス P24、ラルー・スズ・セ世界史人物百科、2P279、ディシュリュート・オリバーレス P113、P 世界の歴史17ヨーロッパ県政の開花 P239 ありがとうございます。